小滝徹は、日本出身のジャーナリスト、ノンフィクション作家である。京都府京都市出身。森岡市立桜城小学校卒、京都市立朝日が丘中学卒、京都市立紫野高校卒、金沢大学法文学部文学科中退。サウジアラビア王立リ,リアド大学文学部、アラビックインスティチュート卒、ノンフィクション作家。主として、宗教、歴史、 政治党をフィールドとする。第2回、第9回毎日21世紀賞を受賞。これを契機に、作家活動を始める。金沢大学在学中は、全教頭運動に参加。運動の終息期に、し月山力に進められ、イスラム青年同盟を結成。全教頭の友人らと共にアラブイスラーム世界に留学。小滝自身はサウジアラビアで、 アラビア語とイスラームを学ぶ。他の留学生は、パキスタン、アフガニスタン、イラン、シリア、エジプト、ネパール等に赴き言葉と文化を学ぶ。帰国後は、1年間高野山専修学院で修行像として過ごす。それが起源で、1991年にエルサレムで開かれた国際対外受精学会の全体シンポジウムに招待され、仏教代表として参加。 ちなみに、ライフワークは、サハラ砂漠でのキャラバン業。1973年、初めてバイクで訪れたサハラ砂漠に惹かれ、その後繰り返しラクダによる潮のキャラバンに参加し、また実定とともに、メッカを目指してラクダによる、サハラ横断を観光する。このうち、サハラ採用部の岩塩産地タウデニのキャラン業は、元神夢の旅、サハラの風に吹かれてとして、 テレビ放映となっている。政治運動に関しては、死、月山の遺訓を受け、内モンゴルの中国からの分離独立運動を支援し、モンゴル語、日本語のバイリンガルし、ミニーのタグを毎年発行、現在に至っている。趣味は将棋。三段の気力を持つ。ありがとうございます。